で今日は、ここに書いてあるテーマで、コンプレックスなどから生じていく歪みですね、我々の心の歪みに関してのお話を中心にしていきます。我々はこう卑屈やコンプレックスがあると自分の暗部を見ない、例えば自分の欠点とか問題とかそれから罪とかそういったものがなかなか直視できない状態に陥る。でそうなるとどんな風になっていくかということについての話です。まあ普通何か劣等感を覚えることがあったらそれを努力によって解消すると、ないしは他のことによって埋め合わせるってことをするわけですが、それがうまくいかずに劣等感がそのまま残ってしまうわけですね。それがコンプレックスって言われている状態で、非常に辛い状態、ね、でそうなると以下の歪んだ反応が出てくるということです。でその一つが先ほども言いましたが自己の暗部を見ない、つまりその部分を見なくなってしまう。見ても解消できないし辛いだけだから。そして何かそう問題があった時にそれを自分の責任ではなく他人のせいにするという責任転嫁といったようなもの、これが出てくる。ないしはその部分を見ないだけではなくて他を貶める、他の欠点を挙げつらうことによって、これは無理にそうすることによって、それによってコンプレックスを紛らわすという状態が来るわけです。またはその無理やりですね、自分が他人より優れている部分を作ろうとして求められていない、求められてもいない奉仕をしようとすると、そういう状態、これが生じます。これはコンプレックスから来る優越コンプレックスっていうふうに言われているもので、まあコンプレックス自体は劣等感なんですが、この優越コンプレックスは表面上は自分の方が他人よりも正しいんだと、問題は他人にあるんだっていうことで、自分の劣等感から無理やりに他人が劣ってるんだっていう、そういった反応をするわけです。自分の劣等感を背景に他人が劣等なんだというようにしてしまうということです。で、まあこれとも関係するんですが、自己の暗部を見ないことによって結果としてですね、他に自己の暗部を見るということが起こってきます。まあ今までこうお話しした自分の劣等感から他人のせいにしたり他人を貶めたり無理やり自分を他人の上に置いたりする、つまり他人が自分を劣ってるんだというふうにするのも、こういうことも一応まあ広い意味では他に自己の暗部を見るというのに含まれているわけですけど、そういうふうにあべこべになってしまうんですね。でまあ自分の暗部を見ないことによって他に自分自己の暗部を見ると、これもう少し説明すると、自分の欠点とか問題をですね、自分ではなくて他人の方にあるんだというふうに見る、いや見てしまう、見えて、来てしまうということで、まあどうしてこういうのが起こるかっていうと、人はやっぱり他を自己の性格から想像するですね。まあ、例えば要するに常に他人に敵意を持っている人は他人も自分に敵意を持っているだろうと、常に他人に敵意を持っている人は他人も自分に敵意を持っているだろうと、まあ、そういうふうに思う、そういったことが多いとね。でこれが行き過ぎるとですね、その問題は自分の方にあるんだけど他人の方にあるんだっていう被害妄想に陥ってしまう場合、もう一つはこれ被害妄想ではないんですが、
似たような暗部を持ってる人と類は友を呼ぶで縁がこうできる。そうなった時に自分にはその問題はないんだけど他人にだけあると、そういうふうに認識する、そういった反応。これはその人には確かにその問題あるんだけど自分にもあってお互い様なんだけど、しかし自分にはなく他人にだけある、そういう認識になるんです。まあ、それもまあ一種の広い意味での被害妄想かもしれない。まあ、そんな感じで全体として自分の問題ではなく他人の問題なんだ、そしてそこにちょっと被害妄想が絡んでいるような状態、これに陥っている。ではもうちょっとこの他人のせいにする責任転換のとこを分析したいと思うんですが、まあ、まずどんな感じで責任転換これが起こっていくかというと、最初は不当な解釈ですね。つまり普通バランスよく見たら自分の方に責任があるんだけど、それを曲げた解釈によって、他人の責任なんだというふうにするという場合です。まあ、例えば不合理な言い訳ですか、これを強弁する場合もそれに近い。これはまあ比較的多くあることなんですが、もう少し強くなってくると暗部の忘却、つまり自分の問題、そういったものを忘れてしまう、覚えてない。こういう人はなんで自分の問題を忘れてそういった他人の批判ばかりできるんだろうというふうに周りの人から思われる。これは暗部の忘却ですね。で、最初はこれ言われれば気づきます。あなたにもこういうことあるでしょう、あなたにこそこういうことあるでしょうって言われれば気づく。でも自分じゃ忘れてる。しかしそのうちですね、ここから先は病気、精神病なんですが、真に忘却する場合があるんです。本当に忘れてしまう、まあ解離性障害とか言われるんですね、健忘症っていうか。まあこの世の中では自分が良い人だと思いたいって気持ちがあって、それに反すると非常にコンプレックスが働いています。それに自分の暗部を忘却してですね、で、自分は良い人なんだっていう、そういった自覚だけで自分の無意識領域に、自分の暗部がこう溜まり込んでいくんですね。そしてそれを忘却してしまう。で、ある時その暗部がですね、普通の自分を乗っ取ってしまう場合がある。これがまあ解離性障害 の多重人格ですね。ここから先は病気です。言われても覚えてません。例えば自分がこう悪いことしたっていうのを言われれば気づくのが最初ですが、この段階になるともう覚えてないよ。それからこう他人のせいにする責任転嫁する中ではですね、まあ嘘をつくという場合がある。つまり自分がやったこと、これ知られてないとしたらそれやってないっていうわけですね。ないしはまあ要するに議論のあるような場合であったら嘘をつ否定するわけで、これももうちょっといろんな段階があってですね、一定の後ろめたさを持って嘘をついてる、自覚して嘘をついてる段階からだんだん嘘の正当化が始まっている。まあ簡単に言うと自分は嘘をつく資格がある。嘘をつく資格っていうのはまあいろんなとこでできるわけですけど、相手はもっと悪いから自分はそういうことぐらいして構わないんだとか、もうそうせざるを得ないじゃないかとか、ないしはその逆さまに、要するに自分は嘘をつくほどの高みにあるっていうんですか、まあ、例えば革命をするような人ですね。それたちは嘘も暴力も肯定するわけですね。それはこれは戦いである、聖なる正義の戦いだから。これは常に自己絶対化っていうんですか、自分が他人より絶対的に上だというような気持ち、これが背景。そもそもが発端がコンプレックスですから、コンプレックスの究極の解消っていうのは自分のが他人よりも絶対的に上だっていう状態ですね。だからこういったことが生じる。
で、こうしている中でですね、より病的な状態として空想虚言症、つまり本人はですね、嘘ついてると思ってない、客観的には嘘をついてるんだけど嘘ついてると思ってない、そういった人格障害、精神障害、これはある。ないしは古代妄想ですね。さっき言ったように自分は嘘をつく資格があるんだっていうほどの古代妄想、そういった症状に陥っていくということがあります。まあこれ全体をですね、暗部の暴走って呼んでるんですが、自分の暗部を見ないことによってですね、まあこういう感じのですね、暗部の暴走が始まって最終的には精神障害にさえ至りかねないということです。で、当然この問題っていうのはここにあるように他人との人間関係、調和、これができない状態、これに陥る。他人と共通した認識を持てないからです。そしてまあ最終的にはですね、こういった暴走、精神病状態がこれは生じてくる。よってこのコンプレックス、これから来る精神病理、そして精神病といった精神障害の問題、これは非常に大きくて、で現代の社会に非常に大きな影を落としているんじゃないか、まあそういうふうに思うんですね。これは国家間の関係にもかなり大きな影響、これを与えていると思います。まあ戦後70年ということで、今度総理大臣が、まあ、談話を発表するってことはあるんですが、この日本、韓国、中国の関係の中でもこういった問題はかなりあると思う。日本にとっては、まあ、他国を侵略したという過去は一つのコンプレックスですから、まあ、それをなかなか直視せずに、それをやむを得ない防衛戦争であったと、欧米侵略からのやむを得ない防衛戦争だったという感じで、まあ、正当化していく、これは他のせいにしてるわけです。そういった部分も見受けられるし、また中国、特に共産党にとっては、日本に経済的にも立ち遅れている中で、やはり日本の軍国主義というところをついて、まあ、他を貶める形でですね、自国民に共産党統治の中国という、やはり日本より優れた国家だと言いたいってなります。また要するに日本を、中国を日本から守ったのは、中国を日本から守ったのは共産党だと、そういうふうに、これは事実ですから、中国にとっての対日戦争というのは70年前まで共産党が主導してやったわけで、そのためにはやっぱり日本はまだ危険な国だと、やっぱり共産党が必要だろうと、中国の守り神として、まあ、そういった展開になる。まあ、そうすると他人の欠点を無限に上げつらうことによってですね、自分側のコンプレックスですか、共産党ってのは本当に必要なんだろうかという中国人の思い、国民の思い、これに対処していくという、そういったことが起こると思う。もちろん中国はチベット侵攻してますからね、そういった自分のこう暗部があるわけですが、それはまあ見ないなと。なんでそれがいいかというと、共産党統治、これが唯一最高のものだという考え方、これでこう正当化していったりしていく。まあこんな感じで国家間の中にもお互いの自分の暗部が見れないがゆえにですね、歪んだ心の状態が生じて、それが摩擦の原因になったりするってことが、まあまああるわけですが、まあ同じように、現在社会の中の個々人の間にこの自己の暗部を見ないことによるいろいろな問題、これ頻繁に起こっていると思う。まあ例えばネット社会なんかだと結構こういうのが起こりうる。ネットってのは匿名ですよね。だから自分の暗部は他人に隠せるわけですね。その人がどんな人間なのか、
ネットの他人は誰も知らない。同じ会社の人だったら、あんたそんな批判する前に自分の仕事ちゃんとやって言われる人でも、ネットではそれを隠せます。だから自分の暗部を見ないし見せないことが可能で、ネットでよくたくさんいろいろ他人のことを言う人がいるっていうのは、結構実社会ではなかなか言えないときにネットでわーっていうときもあると思うんですね。で、そういったことをするための一つの場になっちゃってるっていうのはあると思う。で、私なんかはまあそういった経験は結構あって、まあ当団体は残念ながらその批判しても批判されない団体なんですね。批判しやすい団体なんです。この団体ではいくらどんなこと言っても許されると。普通批判するとそれはちょっとおかしいんじゃないと。しかしここの団体はですね、批判しても別に批判されないだろうと。最近は必ずしもそうではないですから。で、見てる人は見てますから。しかしまあそういうようなスケープゴート的な存在、これを見つけるとですね、まあそういった批判しやすい、そういうことにもなると思う。まあ一つネットっていう場がですね、自己の暗部を見ない見せないで他人を批判する、そういった場になりやすいですね。でもそれはネットがない時代には起こっていなかったかっていうと、必ずしもそうでないわけですね。これが強度になっていくとですね、とにかく一対一で面していて自分の素性が分かっていてもですね、さっき言ったように本人は自分の暗部を忘却してますから、そういったことがあります。でもそこまでいくとどうなるかというと、もう人間関係がうまくいかないわけですね。意思疎通ができない。そういった状況になる、これがこの暗部の忘却。話してても話がなかなか通じないわけです。なんでこの人はこういうことを言えるのか、それがよく分からない。で、一つ一つ確認していくとほとんど自分の問題も忘れて、まあそこまで強いコンプレックスがこう働いているってことなんですね。で、そういったものを背景に、じゃあなんでこういったコンプレックスっていうのを抜けられないかっていうと、つまりコンプレックスが抜けられない、自己の暗部を見ないっていう状態、これがあるかっていうと、まあ一つ目は、まあ、過剰な自己愛っていうか、簡単に言うと自分の方に何かの問題があるのが極度に嫌だと。それはあるんじゃ完全主義みたいなとこあるのかもしれない。ちょっとでも問題があると嫌。これはある意味じゃ幼稚な状態で、人にはそもそも完全な人はおらず、何かの欠点があって、その欠点を反省しながら、まあ、成長していくっていうのがあるんですが、しかしそれをこう嫌がるっていう部分が、これは自己愛が過剰な状態、自己愛が過剰な状態なんだと。だからそういう人は人間観を入れ替えて、人っていうのは皆問題があり、その問題を改善しながら成長するもんだという感じに弱められればとは思うんですが、まあこの社会においては競争主義ですから、自分が他人より優れているっていう状態で幸福になるっていう価値観が強いので、なかなかこうそういうふうになれない、なりにくい人もいると思う。ただよく考えると、まあ真に競争に勝つには成長していかないと勝てませんから。そうするとこの心理の背景にあるのは、最初から勝ちたい、最初から成功したい、そういった安直な思いなんだろうと。まあ失敗することも負けることなく、欠点があらわになることなく幸福になりたい。しかし現実には負けながら欠点をこうよく自覚しながら、それをこう勝利に結びつける、成長に結びつけながら進んでいくもんだと。そういったことですね。そういったものの考え方、これをどうしてもしていくことだと思います。ただ日本人の場合は結構完璧主義っていうか、恥を気にするっていうのがありますから、その生き恥をさらさないとかね、また
失敗したら潔く腹を切るとかね、その名誉っていうか、それを重んじるんですが、それが行き過ぎてしまって、失敗した時にそれを改めて、でそこから成長するっていう考え方よりも、失敗したら潔くっていう考え方が結構ある。まあアメリカのセカンドチャンスっていう考え方とはちょっと違いますね。アメリカはそもそも伝統的にヨーロッパで何か失敗した人が、それはその人が悪いかどうかは別にして、新大陸に新天地を求めたっていうところがありますから、セカンドライフから始まってるんですよね。だから人生やり直しが効くっていうか、やり直しの新大陸であるという考え方があります。移民の国です、植民地の国。しかしそれとは違った歴史を持つこの日本では、村社会の中で生き味を晒すなっていう考え方があって、さっき戦後70年って言いましたが、ちょうど今前後ですかね、沖縄決戦っていうのがあって、その3ヶ月に、沖縄琉球の人から見ると大和内地の人がやってきて戦争する中でだんだん劣勢になって、で、現地の人に言ったのは、生き恥をさらすなと、米兵に捕虜になるぐらいなら共に命を絶とうって言って、みんなこう死んでったんですね。非常に悲惨なことですが、捕虜になってですね、敗軍の民となっても、そこからもう一回、戦後やり直せばいいんだが、そういったことを拒否する、そういった考えですね。そんなことがあるとなかなかこううまくいかないと思う。ここはちょっと日本人よく気をつけないといけないことかもしれません。あと他にもこのコンプレックスから自己の暗部を見ないという考え方、これにつながりやすいのは、確率的な価値観で、何か失敗とか何か問題とか何か欠点があったら、それが絶対的に悪いと思い込んでしまうということです。先ほどその欠点から長所を生み出す、失敗から成功、これを生み出す、そういうような話もちらっとしましたが、そういった考え方はできないと。何か失敗したらそれは絶対に悪だって考える、そうではなくて失敗は成功のもとだというふうに考える、失敗しないということは成功しないということで、失敗は成功のもとなんだという考え方、こういう柔らかい価値観、多様な価値観がなくて、失敗、問題、欠点、これを絶対悪と見るという考え方ですね。そうじゃなくて、多様な価値観、相対的な価値観というのは、欠点の裏に長所、失敗、これは成功の道、罪、これはそこから徳、これを生じさせることができる可能性があるという考え方です。もう少し表現変えると、その自分が他人より優れている、その状態を早く作るという勝利、至上主義みたいな、そういった考え方じゃなくて、こうじっくりとですね、自分の欠点や問題や暗部、これを解消していって長期的に成長する、長期的に勝利でもいいんですが、そういうふうに考えていく、すぐに幸福になるっていう考え方だと、自分の欠点とか問題とか暗部っていうのは絶対悪に見えますが、長期的に成長して幸福になるということを考えると、早いうちにそういった欠点や問題暗部、これを見つけて、それを見ないんじゃなくて直視して、でそれをじっくりと変えていくことによって大器晩成っていう考え方が出ると。すぐに楽に幸福になりたいっていう考え方、これは主流なんですが、しかし人間が真に幸福になるには、ローマ一日にしてならず、ゆっくりじっくり欠点を長所に変えて、失敗を成功のもとにしてっていう考え方ですね。皆さんが今こう欧米においてですね、非常に大きな企業として成功者として見ている、例えばアメリカの三大自動車会社のフォードモーターズ、これは7回倒産した結果、4回倒産して5回目だ。あとディズニーランドも最初非常にそのアイデアはバカにされて、3回倒産して今のディズニーが今年は最高益だったそうです。あとジェネラルエレクトリックスっていうかな、アメリカ最大の電気会社、エジソンが始めたやつです。
エジソンこそ失敗は成功のもとの人で、何回も何回も実験して失敗してね、999回失敗して1000回目に白熱電球、これ発明したって話は有名ですが、彼はその失敗はまさに成功へのステップだと、失敗しないとそれじゃ成功しないって分からない、そういう感じのチャレンジ精神のこう持ち方、持ち主だった。そういった形で苦しみの裏に喜びが、失敗の裏に成功が、欠点の裏に長所が、そういうふうに考えられる人は努力家なんです。努力家、すぐに成功するんじゃなくて、失敗、これを成功に変えるっていう努力を前提にする。この努力っていうのは同時に勇気を支えます。なぜかっていうと、努力するつもりがないとやって失敗したらどうしようってことでやれなくなっちゃうね。努力を前提にすれば成功するまで努力しよう、これでやる。で、結果として失敗したらどうしようってことでやりたいことをやらない、そういう人生、消極的な人生ですね。コンプレックスの人生ですね。それは消極的になるし、引きこもりになるし、そして最後に後悔が残るんですね。卑屈っていうのは後悔とセット、やりたいことがやれなかったってことです。一方、勇気、努力のある人っていうのは、まあやっぱりやってみてよかったと、たとえその中で失敗もいろいろあったとしても、まあそういうふうに思える。だから後悔が薄いということになると思います。ちょっと話がずれますが、後悔とですね、卑屈とですね、それから不安っていうのは結構セットなんですよね。で、一方、反省とですね、努力と自信っていうのはこれ結構セットなんですね。まあ過去何か失敗する、ないしは未来失敗したら後悔するんじゃないかって思う人は、失敗した時に努力によってそれを成功のもとにするっていう考え方はないんですよね。そして成功するまで努力するってことがないから卑屈なんですね。だから後悔と卑屈と不安、後悔と卑屈と不安、これは努力をしない怠惰だということで一つまとまってる。一方、過去失敗してもそれを反省して教訓とする、そういった努力をする人は、未来に同じ失敗するんじゃないかなっていう不安、これはあんまりない。また未来に何かチャレンジして失敗したとしても、それからやっぱりまたやっていけばいい、そういった気持ち、これがあるから不安がそういった意味でも少ない。そして、当然卑屈も少ない。それは努力してる限り、人は努力してる限りですね、あんまりこう不安は持たないし、あんまり卑屈は持たない。結局努力に集中している人もあるんじゃ、爽やかな気持ちです。こうして反省と、それから反省と勇気、自信、ここら辺はセットだ。その背景には努力、これを好むってい こう精神的性質感で、努力したら幸福になるが、努力しなければ過去の後悔は後悔に残り、未来には不安が絶えず、そして現状は卑屈で消極的になる。で、それが病むと、こういった形で努力せずにですね、自分が他人より上だって思いたいから、努力せずに自分が他人より上だって思いたい場合は、他人のせいにしたり、他人を貶めたりですね、他人が求めてもいない安直な奉仕っていうのを始めている、そういったことになる。だからこういった優越コンプレックスって言われている、こういったこう歪んだ反応も、結局その背景には自分が努力しようという気持ちがあんまりない。だから批判がちょっと多すぎる場合には、自分が努力して幸福になるっていうよりも、批判することによって幸福になりたい、幸福になりたいっていうか、コンプレックスを解消したいという気持ちがその裏に隠れてる恐れがこれある。まあ自分の暗部を見てそれを解消するんじゃなくて、暗部は見ないで、で他人のことばっかりこう言ってる。やっぱ人は自分の努力に集中してる限りですね、そんなにあんまり他人のことを言えないと思う。もちろん重要なことは言わないといけないですよ、他人が違法行為を犯しても関わらずですね、それを放置するってことはいけないと思います。ただまあそうではなくて、自分の欲は全部他人の批判に使うというようなケースは最近あるんですよね。そういう人になってくるとちょっと問題かなって思います。それは多分その自分の努力に集中できてない、
その結果としてこういった反応、他の批判によって自分のコンプレックスをこう解消する方向に行ってしまう、そういった危険性をはらむわけです。まあ最近はいろいろなんていうのかな、個々人が自分の暗部を、正体を隠しながらですね、いろんなことを言えるようになったんだと思う。あのネットとかそういうの、確かにそうです。だからその実社会以上に他人の批判とか批評とかしやすいんですけど、ただあの自分が見てると、じゃあ自分に関してはどんな努力してるのかな、だからそれは思いますよね。自分の努力しないと報復にはならないんだけど、それを避けてこういったことで優越感を無理に感じている場合、それはなかなか成長しないだろうな。で、まあ、とにかく話戻すとですね、この努力っていうのは、そして、努力をしない怠惰っていうのは、仏教の哲学では根本的煩悩って言われています。人は幸福になりたいと、みんな、それは変わりがないと。しかしここで2つのタイプがいて、で大抵の人は前者だと。その前者っていうのは、努力なく、つまり苦しみなく幸福になりたい、それは自然なことですよね。幸福になりたい、それは心地よく気持ちよくなりたい。でそうなるために、イエスやブッダは努力しなきゃいけないって言った。善行を積まないといけないと。しかしそれはまあ努力ですから、それなしで幸福になりたいっていう、楽して幸福になりたいってみんな思うわけ。自分が努力して地道に自分の問題を乗り越えて、そしてまあ劣等感を解消していくよりも、まあ俺がこうなったのはお前たちのせいだと、問題はお前たちの方だ、これの方が本当は偉いんだ、そういうふうにこう歪んでいく方が楽は楽、でもそれは横道で邪道だろうってことで、楽して幸福になりたいっていう、そういったあんじゃ目先の楽を求める、そういった心の叩き、これが根本煩悩という。根本煩悩っていうのはですね、専門用語では無知って言います。ただまあ簡訳するとこの知って字で、それを訳すと無知って言うんですね。無知、これをすごく分かりやすく言い換えると、幸福にはなりたいが楽して幸福になりたい状態、言い換えると真に幸福になる道が分かっている。真に幸福になる道っていうのは、単純に言うと努力して幸福になる、そしてもう少し言うと目先の楽の裏には苦しみが待ってるんだっていうことを理解して、苦しみの裏側には、努力の裏側には幸福が待ってるんだっていう当然のことを、まあある意味じゃあ当たり前のことを当たり前に受け入れてい、く、まあ精神的認識力っていうんですかね、そういったことです。幸福になる本質的な道が分かっている状態、これが知恵で、分かってない状態が無知。それを分かりやすく言うと、目先の楽、これを取って長期的な苦しみ、これを見ない、まあそういったところから自分の暗部を見ないってこと、これは出てくるんですよね。でそれをもう少し言い換えると、自分のことだけを考える、今の自分が良ければそれでいい、今の自分が良ければそれでいいって言われて、2つのキーワードがあります。今良ければいいんです。長期的なことを考えるんです。2つ目、自分さえ良ければいいんです。他人のことは考えません。これが無知の状態です。ではまとめてみると、無知っていうのはどう定義できるか。真に幸福になる道が分かってない状態である。あ、確かに真に幸福になっている道が分かってない状態、ブッダが無知っていうのは、幸福の道を説くブッダとしては自然なことで、それが根本煩悩であるっていうことは、それは煩悩が幸福を阻む障害だっていう意味では、当たり前のことだな、そうお分かりになると思うんですが、じゃあそれを噛み砕くとどうか。それは目先の幸福だけを見て長期的な幸福を見ないということですね。でそれをさらに噛み砕くとどうなるかと、今の自分さえ良ければいいという感じです。でここで先ほど言ったように2つに分解できる。今のことだけ考えてる、それ自分のことだけ考えてる。じゃあこれと対比して
知恵のある状態って何かと。知恵っていうのは幸福なる道が分かっていると、それを悟り気づいていると、それに目覚めていると。ブッダっていうのは目覚めた人、ない悟った人という。じゃあ知恵のあるブッダってどういうことを考えるかと。今だけじゃないと、長期的に考えなきゃいけないと、ね、これをブッダの無常の教えと言います。今が幸福でも裏には苦しみがある、これが煩悩や欲望だと。だからそれを沈めていかないとなんない。長期的に幸福なるには慈悲が必要だと。他を利することによって自分も幸福になるんだと。つまり今の自分さえ良ければいいというのは間違いで、長期的に他人と共に幸福になるのが真の自分の幸福の道なんだということですね。だから我々の一般的な考え方は、何、今の自分さえ良ければいいっていう考え方、この快楽主義、自己中心主義から見ると、ブッダの幸福の道っていうのは、要するにそんな真面目なことできるかという感じになるが、ブッダから言うとそれは無知で、本当に長期的に幸福になるには、本当に幸福になりたいんでしょ、今の自分のことだけ考えてるダメで、長期的に他人と共にっていうところがこの非常に重要なんですよ。それは確か遠回りのように見えるが、よく言われるように急がば回れっていうのがあって、今の自分のことばっかり考えてすぐに幸福になろうって、その焦りから生てはことを損じるという状態になって、そうではなくて急がば回れ、ローマ一日にしてなる、それは仏教の哲学なんだと、でもあるんだと、ことわざだけじゃないんだと、ね、まあよってこの無知っていうものの考え方です。これから転じてですね、無知っていうのは基本的に自分と他人の幸福を分けることだと、そして今と未来のですね、この事柄を分けてしまうことだと、今の幸福の裏に未来の苦しみがあるということが分かってなかったりですね、それから自己中心の心の働きにその裏側に苦しみがあるということが分かっていなかった、まあ、そうすることを無知だっていうふうに言ったりします。まあそういった形でこの無知っていうものがあってですね、結果としてそのコンプレックスのが出てきて、自己の暗部を見ないっていう状態になる。これがなければですね、コンプレックス、劣等感を感じてもですね、それから自分が地道に努力することによってそれを解消していくってことができるし、コンプレックスによって自分の暗部を見ずに暗部が暴走してしまって精神病理に陥ってしまうということはないと。まあここら見てください、被害妄想とかね、乖離性障害とかね、それは空想虚幻症とかね、もう完全に世界をですね、ありのままに見てないわけです。完全に他人と認識が不一致っていうことですね。共通した認識が持てないと相互意思疎通できませんから、まあ基本的に喧嘩になります。喧嘩になった結果はどうなるかっていうと、2つの末路ですね。まあ最終的には1つですけど、基本的にその世界に適応できませんから、自分一人の世界にこう引きこもっていくしかないわけです。ただその過程ではですね、自分の正義を、偽りの正義を受け入れない他人、これを攻撃破壊する可能性もある。でまあ最終的にはこう引きこもりですね、結果として。まあ、今日の第1部では、このコンプレックスから生じる歪んだ心のざらき、これをご紹介しました。まとめると、コンプレックスから自己の暗部を見ない、そして逆に他に自分の暗部をこう見る、投影させるということですね。で他人のせいにしたり、他人を貶めたり、ありがた迷惑を働いたりなんかしていく、その流れどん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 病理的になっていって、他人と意思疎通というか調和、これができなくなっていく。そうした問題の背景には、この過剰な自己愛、確一的な価値観とかがあって、自分の中に何かの汚点があること、これを極度に嫌がったり、ないしはその汚点の裏側には長所もあるんだっていう柔らかい考え方がこうできなかったりすることが原因だと。ただ、さらにそれをこう突き詰めていったら、何が根本的な原因かっていうと、そういった欠点を長所に変えていったり、する、失敗を成功に変えていったりする長期的な努力ですね、それを書いている状態で、で努力せずに幸福になりたいっていう無知の本能的な本質的な錯覚、これにとらわれているからだということです。
はい、それでは今日一つ質問をいただいていて、自分の失敗や過ちを学びとすることはなかなか難しい面がありますが、どのようにしていけば前向きに学ぶことができるようになれるか、これを教えていただいたらありがたいです。まあ、まずだから失敗が成功のもとで、過ちはその裏側に恵みを持っているというものの考え方、これをしっかりすることじゃないかなと思います。そして先ほど言ったようにですね、突き詰めていくと自分がやっぱりちょっとすぐに幸福になろうと焦りすぎてるんじゃないかなと、そういう気持ちを持ったらいいんじゃないか。仏教の哲学、そして経典の中にはこういった言葉があって、努力のあり方は川の流れのようなものであるべきだと。それはどういうことかっていうと、タプ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 と毎日休むことなく、しかし焦ることなく進んでいっていると。バーッと流れてパタンと休むってこともないし、全然動いていないってこともないと。毎日毎日コツコツ地道にこう流れていく。でそうすれば必ず海に着くんだと、必ず海に着くんだですね。まあ、こうしてこう地道な努力を長期間積み上げることによって真の幸福がやってくる。その中では欠点としているものも、その過ちとされているものも、それは長所に変わっていく、幸福に変わっていくんだっていう考え方を持っていくっていうことが第一なんじゃないかと思います。ですから、まあ、長期的な努力とですね、こう柔らかい価値観、世界観を持って進んでいったらいいんじゃないかなって思います。あと何か説明することあったかな。で、まあこうした暗部を見ない問題ですね、それによって生じる不調和というのは、控えのまでは心理学講義というものでより詳しくお話しています。それは例えばユングの心理学における影の投影の理論とか、アドラーの心理学における優越コンプレックスという問題、それからまあ要するにそれが悪い結果になってしまった場合の空想虚幻症や古代妄想、古代自己症候群ですね。まあそういったことをそのシリーズとして解説しているので、もしご関心があればそれをご覧いただければと思います。では今日はちょっと早いですが、一つここで話の区切りがつくので第一部は終了させていただきたいと思います。皆さんご清聴いただきありがとうございました。第二部はこれから2時ぐらいでいいですか。うん、じゃあ15分後2時から始めましょう。